もともと顔出して YouTube 動画投稿やってて、チャンネル登録者数1000人ぐらいまで、全然伸びなくて、まあ、いろんなジャンルの動画を上げつつ、雑学ショートっていうのをやってみて、僕動画編集得意だったし、調べるのも得意だったんで、やってみたら、一気にドバーッと伸びて、収益もドバーッと伸びて、そしたらこれはいけるってなって、チャンネル登録者数10万人いったら、YouTube のショートでも稼げるぞっていうことで、まあ、顔出したりとか、その収益公開をしたいなって思ってて、頑張ってたんですけど、ある日突然、チャンネル登録者数 8.8 万人ぐらいで、ピターって止まっちゃって、これはやばい、いけないって思って、本来だったら、すっごい稼げてるんだぞ。で、これから YouTube やる人も、ぜひ真似して頑張ってくださいっていう応援の動画を撮りたかったんですけど、そこまでに到達できなかったんで、今この現状を伝えて、今収益を発表する方が、逆にリアルだし、一番リアルを伝えられるかなって思って、今動画を撮ってます。なので今回は、先月の収益、一体どんなものなんだと、ショートでどれくらい稼いでるんだということと、あと一番稼げた時と、一番稼げなかった時、この変動どれぐらいすごいのかっていうのはね、普通の通常の動画の YouTuber さんとかも、まあすごいと思うんですけど、変動が。ショートってアルゴリズムでドドドドドドーンってすごい変わるんで、そこもちゃんとお伝えしたいと思います。それでは早速発表したいと思います。先月の収益額が205,494円です。多かったでしょうか？少なかったでしょうか？逆に最高額が、去年の6月で568,701円です。YouTube だけの収益で言ったら。まあ、他にも案件、オリジナル楽曲の案件だったり、まあ、他の SNS っていうところもあるんですけど、それも抜きにすると、マックス56万円ですね。で、一番最低額が、去年の9月が2900円でした。一月の収益額が。もうこれ多分本当に通常ありえないと思うんですけど、一時期僕が多分チャンネルの概要欄とかに再生回数が100分の1になってしまいました。助けてくださいみたいな書いてたんですけど、この時やばかったですね。これはなんでかっていうと、YouTube のサポートセンターに問い合わせたんですけど、僕の動画が、まあ、同じようなものが2種類ぐらいあっちゃって、楽曲を変えて同じ動画を出してたんで、それがスパムとして認定されてしまって、ものすごく再生数が下がりました。サポートセンターに問い合わせると、もしかしたらスパム認定されてるかもしれないんで、ちょっとそれを調査しますって言われて、スパム認定されてました。僕の安易な考えでね、同じ動画でも BGM だけ変えればいいんじゃないかなと思って動画投稿やってたんですけど、それが後々思いっきり下げられることになったんで、他の人はぜひ真似しないようにぜひ気をつけてください。で、この去年最低2900円だったって言ってたんですけど、2900円だと生活できないじゃないですか。なんですけど、 TikTok も僕収益化してたんで、 TikTok でだいたい20万から40万くらいあったんで、でその時多分マックス40万くらい。なので40万と2900円で一月40万ちょっとみたいな感じだったんで、その時はなんとかまあ大丈夫だったんですよね。他の収益、Facebook も一応収益いただいてるんで大丈夫だったんですけど、先週 YouTube の方が収益を剥奪されまして、なんでかっていうと、ここに出すんですけど、ジャルジャル福徳さんの生い立ちを紹介したんですけど、この冒頭の女の子とお付き合いしましたっていう話をしたんですけど、それがどうやら未成年、搾取みたいな動画になってしまって、でそれはもう TikTok からは動画削除されたんですけど、コミュニティガイド違反として非常に TikTok って厳しいんで、でそこからセキュリティの問題っていうのを出すんですけど、こういうことになってしまって、なんだセキュリティの問題ってことなんですけど、でそれで今収益が剥奪されてしまって、で異議申し立て中なんですけど、でもこれがそのもらえないとなると、 YouTube もね今ピターって止まって20万円で、少しずつどんどん下がっていったらちょっとこれはやばいぞ、10万人を待ってる場合じゃない、もうここはもうお願いのスタイルで、これをぜひ見てくださった方はぜひチャンネル登録と他の動画もねいっぱい見てくださると本当に助かるんですけど、そういった思いでも、ね、今回撮ってみました。なので、まあ、ショート動画はこれからもいろいろ調べて、この人のなんかお家紹介したいっていうのはまあ、どんどん紹介していくんですけど、それプラスこういったニーズがある通常動画も作成していきたいなと思っています。本来もともと顔出して動画投稿してたんですけど、なぜ久しぶりだし、こうやって動画を撮るっていうのも本当久しぶりで、ちょっと喋りも下手くそになってしまってるんで、今は一旦顔を出さずに喋りやすいように喋ってるんですけど、自分を撮ってみてなんか難しいなって思いました。なのでこういった風に収益公開だったり、この雑学ショートの作り方とか教えてほしいとか、そういったコメントとかあれば、そういった感じの動画も作っていきたいと思います。なので今回は雑学ショートで一体どれくらい稼いでるのかっていう動画でした。マジで今は本当にピタッと止まっています。なので本当にチャンネル登録をお願いします。そしてこれからもチャンネル登録者数10万人を目指してひたすら頑張っていきます。本当に最後まで見てくださりありがとうございました。こういった動画が本当にニーズがあればまた撮りますんで、ぜひ高評価よろしくお願いします。では。